アンネのバラは、自然を愛し、とりわけバラが好きだったアンネ・フランクの、形見として捧げられたバラである。日本へは、父の夫をフランクから寄贈されたものが広まり、愛と平和のシンボルとなっている。もし、神様が私を長生きさせてくださるのなら、私は社会に出て、人類のために働きたいのです。アンネ・フランク・アンネのバラは、みの時は赤、開花後に、黄金色、サーモンピンク。 そして赤や変色する特徴がある。これはもし生き延びることができたなら多くの可能性を秘めていたンネを表現している。1955年、ベルギーで数多くの品種を作り出した育種家のヒッポリテ・デル・フォルヘは母親がデーブ・デカプリで父親がションテクレクからなる後輩種を作出した。1959年、ヒッポリテはスイス旅行中に夫と出会った。 アンネの日記に感銘を受けていたヒッポーリテは自分が作り出した後輩種の中から最も美しいバラをアンネの形見として捧げることを計画し、オットーの賛同を得た。家でバラを育てることも提案したが、この時点ではオットーの自宅には庭がないため育てることができなかった。1960年、バラはスーベニール D ・アンフランクとして品種登録された。 1962年、夫は庭付きの家に引っ越し、バーゼルの自宅でアンネのバラが栽培できるようになった。1971年4月4日、イスラエルを訪問公演していた日本の合唱団がネタニアのレストランに合わせた夫夫夫夫妻と出会い、交流が始まる。1972年12月25日、 夫から送られたバラのない10本が到着したが、輸送に時間がかかり、腰寸前だった。バラ愛好家や、専門家に分けて育ててもらうも9本が腰。1973年春、生き残った一株が、京都の佐賀野で開花。1975年8月、NHK の教養番組で、アンネのバラが紹介される。当初、あまりに話ができすぎているので、 番組関係者は手紙と写真を見るまでは疑念に思っていた。1975年秋、杉並区の中学校からアンネのバラを育てたいとの要望があり、合唱団が二度目の演奏旅行の折にオットーに依頼。アンネと同年代の日本の少年少女たちの夢を叶えてあげたい。との意向により10本のうち3本が中学に送られることになった。 1976年3月、日本航空の協力により、短期間で大阪空港に到着した2度目の苗木は10本とも状態良好。うち3本は当日中に東京都農業試験場に運ばれ技師たちにより育てられた。1980年4月、アンネのバラの教会が建道される。2001年4月、日本人学校の教師から、 アンネのバラの境界にドイツでアンネのバラを咲かせることが可能かを尋ねるメールが届く。フランクフルトで聞いた範囲では誰も存在を知らなかったという状況が伝えられた。2001年冬、検疫に必要な二度の栽培地検査に合格。航空貨物として送ると倉庫に留め置かれ故死する恐れがあるので手荷物として送ることを提案される。2002年1月、関空にて 輸出検査に合格。バラが、アンネの生誕地フランクフルトに里帰りする。2012年1月、英国のマンチェスターで、国際ホロコースト記念日に、アンネのバラが植樹される。同日、バーンリーでも植樹される。2012年3月、日本で増えたバラが、英国ヨークの地にて植樹。ミュージカルスーベニール D、アンフランクの主役のアズサオノとエリザベスマンスフィールドが、 地元の小学生らと参加。2014年、アンネの日記破損事件が発生。被害の大きかった杉並区は、区の全図書館に、アンネのバラを植えていくことを決め、中央図書館に、中日イスラエル大使、日本ユダヤ教団会長、中日オランダ大使館一等書記官らを招き、植樹式を行った。フロリバンダ系のモダンローズの一栽培品種である。 直立性の低木で高さ80センチに達する。葉は光沢のある緑色である。チューリンの花は繊細な杏とオレンジの混合色、フサザキ、香りは穏やか17の花びらを有する。チューリンの花は八重咲きか半八重咲きである。花の勢いに波はあるものの四季咲きである。このバラは棘が鋭い。丈夫で日陰に耐えるので園芸家に人気がある。 寒さや病気にも強い。この品種は一般的に病気に強いが、湿度が高いまたは換気が悪い環境では黒星病にかかる可能性がある。このバラは人気があり丈夫なので、世界中で植えられている。切り花として利用するのに適し、低木としても、継ぎ木としても大きなコンテナ容器で育てることができる。アンネのバラを扱ったミュージカルが制作、上演されている。 映画に、アンフランクリメンバードというタイトルのものがあるが、こちらは、アンネのバラとは関係ない。バラ情報サイト海外の植樹式英国兵庫県、杉並区国立市水戸町西宮市泉市。ありがとうございます。